皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日もね、やっていきたいと思います。で、まずね、今日からウィンターミーティングが開始されたということで、まあ、これからね、いろんな動きが起こるのかなと。で、大きいとこの、もうね、決まってくるのかな、なんていうふうに思ってますけども、えー、マ、まあ、エンゼルスミナシアンさんね、ペリーちゃんが、こう、まあ、いろいろとね、話してるっていう記事も、えー、いっぱい出てきてね、 えー、どこを補強するとかね。うん。どうしたいあしたいっていう予測も出てきてますので。まあ今日はそちらを中心にお伝えしていこうかな。ということになります。で、まずね、あの、ヤフーノーに出てたんですけどもね。えー、エンゼルス GM、昌平にリングをさらなる補強へ。まだまだ終わっていないウィンターミーティング開幕。ということで、おね。 まあ、そんなこと言ったのかとね、本当に言ったのかと、うん、ちょっと思いましたけどもね。うん、まあ、そのまだまだ終わっていないっていうのはね、えー、まあ、当たり前のね、ことで言ってるでしょうし、まあ、これからね、さらに補強していくっていうこともね、まあ言ったんですけど、昌平にリングを授けなければいけないみたいなね、うん、ことを書いてあるんですけど、マジで言ったのかというね、ところで、 まあこれ日本のね、翔平ファンからしたら盛り上がっちゃったかもしれないんですけど、うん。まあね、昌平にじゃなくて、まあエンゼルスにとかね、うん。まあ翔平よりまずトラウトじゃねえのかっていうね、エンゼルスとしてはね、という感じに思いましたけどもね。まあ別に昌平が頑張ってるからっていうのはね、あるんですけども、そこトラウトじゃねえのみたいなね、個人的にはまあ。 思いましたしね。まあ一番報われてないのって、まあね、ずーっとこうね、活躍してきて、まあ全くほぼほぼね、えー、縁がないっていうところのトラウトだと思うんでね、うん。昌平なんだみたいなね、<laughs> ところで。まあこれは実際に言ってないんじゃないかななんてちょっと思いましたけどもね。まあそんな記事がまず、えー、出ておりますと。でまあこの記事によるさらなる補強ポイントっていうのは、えー、ショート、えー、勝ちパターンのなリリーフ、 で、6人制の場合の先発もう1人。で、控え星の4つという風うに出ているというところですね。で、まあ、これをね、また見るとですね、控え星じゃなくてね、あの、スタッシどうにかしろっていうのをね、また湧いてくると思うんですけど、まあ、それについてはもうね、動画でやってますので、どうしようもないということでね、うん。まあ、そういうコメントはね、だから、スタッシをどうにかしろっていうコメントはご遠慮いただいて、もうね、動画でやりましたのでね、うん。 まあ見てくださっている方はもう見てると思うんですけどもね。うん、まあそういうことですね。で、別の記事ですけどもね、えー、ペリーさんはですね、ピッチング市場でね、まあ活躍しないといけないということで、まあ、先発、うん、MLB 契約の先発と何人かのリリーフがまあ非常に必要ですということでね。そしてショートも必要ですと。ただまあエンゼルスが贅沢税のね、導入にはかなりえ近づいちゃってるのでね、 まあ大型なところを取るのはまあ難しいでしょうと。ただまあエンゼルスとしてはね、えー、ウィンターミーティングでまあピッチングのね、自分たちのニーズにこう合わせてまあ何名かは獲得してきてほしいなというところですよね。でさらにね、別の記事でも、えー、ショート、えー、少なくとも一つの、えー、リリーバー、ハイレバレッジリリーバー、そしてもう一つの先発ピッチャー、そしてベテランバックアップキャッチャーと、 いうのも悪くないと。いうことで、まあ、それをね、彼らはどの程度取れるのかと。で、モレノさんが売却中のね、えー、まあ、チームにどれだけ費やしていくのかというところがまあね、注目されるというか、それによってまあ、全然変わってくるよね、という話になってますね。ただまあ、どう考えても、このね、状況で、えー、ショートっていうのがね、まあ、出てくるんですよね。でもまあ、もちろんでショートって重要なポジションだし、 まあそのショートをね、毎日出るレギュラーがこう、去年から決まらずに、まあやってるっていうのはね、まあなかなか勝っていく強いチームとしてはまあね、いな、ないと思うんですよね、そんなにね。で、まあ重要なポジションだしね。ただその中でやっぱりショート欲しいよねって言っても、この前から出てくるね、ビッグフォーのショートを取るっていうとね、まあそれはまあちょっとエンゼルスには難しいだろうっていうのはなね、うん。 ま、ずっと思われてるわけですよ。で、まあ、その中で、まあ、ショートをね、そのトップショートを取ったチームで、まあ、例えば余った場合があるじゃないですか。今までちょっと出てたショートとかがね。まあ、そこを取ってくるっていう手もあるんじゃないかと、いうふうにはね、書いてありますけども。うん。要は、カブ、あの、ホワイトソックスが取ったら、ティム・アンダーソンをもらってくるとか、パドレスが取ったら、えー、キム・ハソンをもらってくるとかね、トレードで。 という、まあ、イメージらしいんですけども、まあ、そういう感じですよね。うん、なので、まあ、その4人のショートが行った先の、えー、もし余ったところのショートがいるのであれば、というところですね。で、そのショートを取ってきた場合に、まあ、フレッチャーをセカンドにして、えー、前からトレード話が出てきている秘宝、まあ、トレードのね、えー、パッケージに入れて、リリーフとかね、うん を取ってくるのはどうかというところですね。えっと、ベドナーさんとか、グレゴリー・ソトとかね、タイガースのっていうところなんで、まあそういうふうにしていく場合もあるんではないかというところですね。だからまあ、演説としては FA で取ってくるよりトレードで来た方がっていうところがまあ強いのかな。うん、今の補強を見てる限りですよね。うん。でまあ結局リリーフについてもですね、まあチャップマン、ジャンセン、キンブレルと、えー、この辺がいるんですけどもね。 まあ年齢最近の怪我、まあパ,パフォーマンスのね、低下っていうところで、まあそれにね、してはちょっと高い金額になるよねっていうところなのでね、まあそれを取ってくるのもどうかっていうことでもあるんでしょうけどもね、ただまあなかなかね、うん、そうは言ってもっていう部分もあるのかなというふうに思いますけどもね。あと先発ピッチャーに関してはですね、まあトップのフリーエージェントはね、難しいだろうっていうふうには思われるけども、えー、バシッ えー、ヨーーーバルディ、ジェムソンで台湾ウォーカーぐらいなななら行けんじゃいいいいかみたいなことが書ててありましていや、でも、バシッともね、後で言いますけどもね、ちょっと、うん、残りの金額じゃ厳しいんじゃねえかなっていう感じはありますけどもね。うん、で、まあ、その中で、ロレンゼンの、えー、復帰案もいいんではないかっていうところですね。うん。で、あとはキャッチャーの話ですけどもね。まあ、スタッシが、こう、とりあえずね、えー いて、えー、おハッピーさんがね、えー、バックアップっていう形にはなるのかなっていうね、まあ予想ではあると思うんですけども。で、さらに、えー、サイスもいるんですが、やっぱり、一応2023年にオプションがなくなるっていうのは書いてあるのでね、やっぱりこのまま行くとオプションないっていうことなんですよね、サイスね。となるとやっぱ彼のこう扱いも厳しくなってくるというか、まあ残しとくのか、どうするのかってなるんでね、うん まあ枠的に厳しいのであればね、ちょっと浮いちゃってるって話もしたと思うんですよね、この前ね。だからまあトレード出してあげて、まあ何かしらもらうっていう方が、まあそのアデルの時にも言いましたけどもね、まあエンゼルスにとっても彼らにとってもいいんじゃないかっていうところですよね。うん。ではまあサイスをどこかしらに出してですね、リリーフでももらえれば、それはそれでいいんじゃないかなと。 結局枠の問題で DFA にしちゃって何もね、得られずに取られたってなったら、まあその方が意味ないのでね。まあそういう形でね、えー、うまくやってもらえたらいいなと思いますけどもね。うん、で、今年、まあスタッシーダメで,で。来年もこうね、良、えー、くなかった場合ね、スタッシーが。まあその場合で、えー、まだおハッピーさんがこう、主のキャッチャーとして、 ま、出れるかどうかっていうのをね、えー、わからない場合に備えて、まあ、別の選択肢をね、えー、見つけとく。うん。だバックアップ、もう一人見つけておくっていうパターンも、まあ、あるかなっていうところですね。まあ、ただ、一応ね、えー、ウォラックを取ったっていうところでね、まあ、ただ、ウォラックをバックアップキャッチャーって言えるのかっていうね、バックアップのバックアップみたいなことだと思うんでね、まあ、どうなんだろうってところですよね。うん。 そしてね、ペリーちゃんについてのね、えー、まあ、記事も出てまして、まあ、彼はね、えー、難しい立場にいるっていうことで、まあ、エンゼルスはね、ずっとポストシーズンが遠ざかっていて、まあ、昌平はね、FA に片足をね、出しているっていうところなので、まあ、この後ね、どうなっていくかわからないしっていうことでね、うん。まあ、難しい立場にね、いて、さらに、まあ、彼自身もですね、えー、今年が3年目かな、4年契約の3年目ということで、 まあちょっとね、結果も出していかないとどうなるかわからないと。そしてまあ売却をね、ええー、まあする方向になるので、まあもし売却が決まればね、おそらく、まあさらにされるんで、まあ職をね、失いますよね。うん。なのでそれに向けてまあね、自分のこう力量もね、見せていってるっていう、まあ補強にはなってるのかなとは思うんですけどもね。うん。だからまあいつもね、このチャンネルで言ってる今を生きる補強っていうのはまあ、 そのことですから、まあ現状はそれしか、まあ、こう、ないなっていう補強にはなってるのかなと思うわけですよね。そしてまあこの記事もですね、昇兵をこう延長させるためにね、まあ勝つチームを作らないといけないみたいなことが書いてあるんですけども、まあこのと、この話題がまたなんかちょっと注目というか人気みたいでね、まあ後でこのチャンネルの見解を話したいんですけども、別でね、うん。まあそういうふうに書いてありますと。 ま、結局ですね、ペリーちゃんとしては、自分の仕事をね、キープするために、ま、結果を出さないといけないっていうのはね、まあ、あるんですよね。まあ、そのために、えー、今ね、この、前半のね、動きはやったんじゃないか、ということでね、書いてありますけども。そして、ま、現状ですね、まあ、それなりに、えー、くはなったと思うと、うん、チームとしてね、補強して。ただ、えー、以前より優れているんですけど、問題はどれだけいいかということですと。 アストルズやマリーナーズよりも優れているわけではないし、デグロムをね、取ったレンジャーズよりも優れていますかと。まあ、そうなってくるとやっぱりまだ4番手だよねっていうところですよね。なので、ま、ミナシアンとしてはエンゼスはまだ終わっていないと。まあ、この後もね、補強を続けて、ま、何かしらね、アップグレードしていく必要があると。で、ここでもショートと。うん 大きなショートストップっていうところなんですけどもね。まあ、それは厳しいよねっていうところですよ。何回も言うけどもね。うん、まあ、ミナシアンはエンゼルスをポストシーズンに戻し、まあ、自分のね、仕事を救いっていうところですね。で、大谷翔平をアナハイムに留めておくために彼の仕事を切り詰めています。ということで書いてあります。で、まあ、これでね、複数のまあ記事をざっと紹介したんですけど、ウィンターーミーティングについてのね、 まあ、ショート、リリーフ先発、そしてサブ補修っていうことでね、まあ出てきてますけども、まあね、こう全部見た感じで、まあ現実的なところを言うと、とりあえずまあリリーフ1、2名かなっていう感じですよね。うん。いけるのはとりあえず。で、まあ、あと補強どれぐらいね、お金使っていいって言われてるかが実際わかんないですよね。うん、モレノちゃんからペリーちゃんへね。でからまあ、 去年と同じぐらいだろうと考えると、あと、そのね、いいとこのリリーフ一人か、そこそこのリリーフ二枚かみたいなね、感じだと思うんですよね。あの、FA でお金で取ってくる場合はね。なので、まあ、最低限その動きをしてくれればもう、僕はとりあえずはいいかなと。うん。かまあ、それ以上はあんまり期待できないっていうかね。うん。まあ、もちろん、 ねショート取ってきて、先発取って、リリーフ何枚か取ってってやってくれたら、それはそれでね、素晴らしいと思うんですけど、まあなかなか現状のエンゼルスというか、まあこのね、えー、数年見てて、それをやってくれるのかって言われたら、まあその可能性の方が低いですから。なので現実的に見て、あとリリーフが1、2枚取れたら、まあとりあえずそれで、まあなんとか勝負していくしかないのかなっていう気はしますけどもね、うん。で、その後、もしね、その、 あの、ポストシーズン争いしてるタイミングが来て、トレードのね、あの、デッドラインの時に、まあ、い手に回るのであれば、そこでもう一回プラスすればいいんじゃないかなって感じですよね。ただまあ、ね、現状で、まあ、それなりに補強してないと、そこの争いにもね、えー、加われないっていうのはまあ、もちろんあるんですけども、ただね、えー、予算的にどうなんだって言われれば、あとは、現実的なところを見ると、リリーフ2枚か1枚かなっていうところだとはね、うん。 この全体のね、えー、ウィンターミーティングの記事を見て、まあ必要なとこがどこだっていう話ですけども、まあリリーフ1、2枚が限度なのかなと、うん、普通に考えれば思いますね。まあそれ以上やってくれるならそれは嬉しいことであるかなと思いますけども、という形の、えー、まあウィンターミーティングの記事を見た感想というところですね。で、続きましてですね、その、この補強がですね、まあ補強して、将兵を残すために補強しなきゃいけないっていうね、 まあ、記事とか、えー、出てると思うんですね。で、この辺のにもちょっと書いてあったし、さっき言った記事もですね。ただまあ、それは違うんじゃないかなっていうのはね、個人的には思ってまして。で、まあ、コメントでもそういうコメントが来ると。で、まあ、それについて、まあね、見てる方同士ですよね。コメントしたら、まあ、その返信は得られなかったということで、昨日その僕の方にコメントが来ましたと。で、まあ、僕はそうは思ってないですよと。 いう話をしてね。で、そのコメントの欄がですね、散歩行ってビール買って帰ってきたら、なんかすげえもうね、二十何件とかね、なってたんですよね。だからすげえ盛り上がってなと思ってね。やっぱなんか、そのね、話題っていうか、人気なね、話題なのかなと思いましてね、ちょっと。まあ、もう一度ね、このチャンネルっていうか、まあ僕、このチャンネルというよりは僕個人の見解ですから、まあ、そう思ってんだっていう感じで思ってくれればいいし、うん。 まあ別のその、いや違うだろうって意見を言われてもまあ、とりあえず現状ではその意見は変わらないんで僕の中ではね。だからまあ、そういう感じでね、捉えてもらえればいいんですけども。まあこれはですね、あのー、昌平がね、えー、延長するのかどうなるのかっていうのが、まあ次のオーナー次第だよねっていう話がまあ、前はね、結構ありましたよね。コメントでもね。でまあそれはもうちょっと間に合わねえんじゃねえかみたいな話をしてて、 まあこの話題も,のも何回も繰り返してるんですけど、まあそれと同じかなって感じするんですよね。うん。ニュアンスとしては。で、まあ今、将平を残すために補強しているとしたらですよね。うん。まあ、それは違うんじゃないかっていう話なんですけども、うん。まあ、平を残すために、まあこうやってね、勝つチームを作っていきますよという補強をしたいのであれば、まあ今、新しいオーナーがいて、 新体制で、このオフの補強が行われていて、で、まあこんな感じで補強するんでね、残ってくださいねっていうのを見せられないと、もう間に合わないんですよねっていう考えなんですよ。僕としてはね。なので、現状もう、ペリーちゃんが今ね、えー、現オーナーのままやってるわけですから、もうその、昇兵を残す補強としてはもう間に合わないっていうのと、あと、将兵を残す補強だったら、今を生きる補強をしていてはダメだと思うんですね。 で、まあ結局ね、今年アップグレードされましたよねっていうね、うん、今の動きで。まあそれは確かに、まあ結構ね、いい感じで野手取って、まあトレードで取ってっていうところで、まあ層的にも厚くなったし、まあそれなりにいい動きはね、したんじゃないかなとは思うんですね。うん。ただまあ今年じゃない、来年ね、勝ちましたってなっても、 ま、その補強した中の、現状補強した中の野手はもうみんないなくなるわけですね。で、アンダーソンだけ残るという形の、まあ、補強なんですよ。なので、結局、えー、再来年には、ま、何も残らないようなね、状況で、まあ、結局また補強し直しっていう形になるわけなのでね。うん。だから、ま、将兵を残すためにっていうのは、まあ、現状の補強ではね、考えにくいんじゃないかなと思いますよね。うん。将兵を残すために、例えば、 まあ、新しいオーナーが来て、えー、ショートのね、でっかいところを取っていいよっつってね、えー、8年とか10年契約してとかって。まあ、いう風になったらまだね、なんか気合入ってる補強だなって言ってね、まあ、残るっていう場合もあるのかもしれませんけども、現状の今を生きる補強をやってるというところであるのであれば、それは昌平を残すという補強ではなくて、ペリーちゃんが自分の仕事をね、見つける、 まあ、要は、就活してる状況だと思ってるんですね。うん。だから、ペリーちゃんは新しい女が来たら、おそらくまあ、排除されちゃうっていうか、クビになっちゃうっていうかね。まあ、そういう風になる可能性が高いんですよ。なので、まあ、ここでね、えー、何かしら、ちょっとでも結果を出して、次のね、就職先を確保しなきゃいけないわけですから、お、君なかなかやるじゃないかって思わせないといけない、まあ、補強。それなので、まあ、トレードで、 え、いろいろね、放出して1年しか保有できない選手を集めてるっていうことで、だからまあね、来年どうにか何かしらの結果を残したいという今を生きる補強というところになるわけですね。うん。だからまあ、ペリーちゃんがこう、昇平を残すためにいい補強をしてるかっていうのとはまあ違くて自分がね、えー、まあ次の就活に向かうため、 就職活動。そしてエンゼルスでの、えー、終わりの活動ね、就活。それを今やってる状況かなと思いますので。で結局、ペリーちゃんはもう、昇兵の延長とかって関係なくなってきてんじゃないかなってとこですよね。うん。オーナーが来て、新しいオーナーが、まあ、今ね、新しいオーナーで、その段階でペリーちゃんが新しいの、オーナーのもとで補強してるならいいんですけど、まあそうじゃないのでね。新しいオーナーが来て、 まあ切られちゃったらペリーちゃん、将平と延長の交渉なんかできないんですよ。うん。だから、まあね、意味ないんじゃないかなっていうふうに自分ではまあ思ってんじゃないかなと思いますけどもね。だから多分今を生きる補強で、まあ自分の就職活動とエンゼルスの就活、エンゼルスでの就活をね、していると。まあいう形なのかなと。個人的にはそういうふうに思っているので、 ま、この補強が将平を残すためにいい補強してるなっていうのではないかなと思いますね。うん。実際にね。というのと、あとはもう一点ね、ペリーちゃんがまあね、なかなか役に立たないというかね、うん、まあちゃんと補強してないというか、有能ではないみたいなコメントもあるんですけど、まあ個人的にはそうではないと思っていて、まあ、エンゼルスの GM をやりたい人なんてまああんまいないと思うんですよね、実際。うん。 で、なんでかっていうと、まあ、オーナーがあれだからですよね。で、まあ、その制約、いろいろなこうね、まあ、投手に直契約すんなとかね、うん、いい投手取ってこれないとか、えー、まあ、スター野手を集めとけばいいんだみたいなね。で、その中で、まあ、ペリちゃんが来た時は、まあ、だいぶね、結構な、えー、もう自分でどうこうするっていうレベルの、まあ、枠がないような状況で来てるわけですからね。なので、まあ、その中で、はいやってって言われてもね、 まあ無理ーなんですよね、実際。エンゼルスでいい感じに補強するって。うん。オーナーがあれだからね。なので、彼がまあ、うん、無能というよりかは、もうやりようがないみたいな感じだった、個人的には思ってます。なのでまあ、現状でね、その、まあ王族がいっぱいいて、まあ普通にこのバランスであれば贅沢税超えていかなきゃいけないんですよ、チームとしてね。勝つにはね。だけどまあ、そこを超えないわけですよね。 さらにエース級ピッチャーは取ってこれないっていうところになるのでまあだからね、本当にこう動かせる少ないお金のもとで補強するっていうはめになってるわけですよねでもそれで、まあ、無理ゲーをこう押し付けられてで、勝てないとじゃあさようならってなるわけですよね実際の問題は一番トップなのでまあね、そこがこう今回打って変わるっていうところはまあいい方にね、流れると思うんですけどエンゼルスとしては ただ、まあずーっとね、えー、まあ彼がいた段階ではまあ彼がトップなのでね彼がの意見がおかしくてもまあ彼をクビにしてどうのっていうわけにはいかないので結局、まあ結果が出ないと GM とか監督とかがまあどんどん切られてってどんどん変わっていくっていう状況になるわけですね、うん、だからね皆さんそのペリーがどうのこうのっていうね人もいるんですけどまあ、ペリーじゃないですよねモレーなんですよ、うん、やばいのはね。うん だから、まあ、あんまりね、ペリーもね、そんなにこう、ペリーがどうのっていうね、話は本当にないと思います。モレーのせいなんで。だから、このチャンネルを見てね、えーまあ、僕の意見をね聞いて、まあ、ね、そう思うっていう方もいるかもしれないし、いや、違うんじゃないかっていう方もいるかもしれないんですけども、まあ、エンゼルスがなぜ勝てないのかっていうのはモレーのせいですと。うん。いうことでね、えー、そこはもう、覚えておいてほしいなっていうところですね。うん いやモレなのでねまあでもね GM の職っていうのはやっぱり、まあ、3 9球あってね30人かしかできないわけじゃないですかうんまあ監督もそうだけどだからねやっぱりそのそこにねつくチャンスがあるっていうのは、まあ、どこのチームでもとりあえずねやりたいんであれば、まあ、やっぱ手は挙げてくると思うんですけども ただまあ、エンゼルスの GM って結構きついなっていうのは、まあずっと思いますよね。うん。だから、メッツとか楽しいだろうなっていうふうには思ってんじゃないですか。うん。まあそんな感じしますけどもね。うん。まあ、だからその中で、まあこの前半の動きとしては、まあよくやったんじゃないかなというふうに思いますけどもね、ペリーちゃんね。うん。なのでまあ、その、ね、今を生きる補強なんで、 翔平を残すどうこうじゃなくて、まあ、もちろんね、えー、来年ねそれなりの結果を望むために補強してるわけですけども、まあ、それはまあペリーちゃんの、まあ、どうにか結果を残すという自分の就活のためでもあるのでね、まあ、決して翔平が残るための補強ということではね、えー、全くないんじゃないかなというふうに個人的には思いますしこのチャンネルとしてはそう思っているという感じですね。 えー、ここからね、別ニュースですけども、えー、バシットがですね、えー、少なくとも4年契約を望んでいるということらしいですと。で、これによって、まあ、メッツは3年ぐらいで見てたということなので、まあ、メッツとしてもちょっと影響が出てくるのかなっていうところですよね。うん。まあ、デグロムがね、5年という契約をもらいまして、まあ、予想より、うん。 その年単位のね、お金は少なかったんですけども、あの、総額というか、契約期間的には予想をね、結構上回ってるので、まあ、バシットもそうなるのかなっていう感じかもしれませんけどもね。まあ、メッツとしては、やっぱりデグロムが出ていったので、バシッとはな戻したいっていう思いもあったのかもしれないんですけども、 まあ戻すのであれば、メッツとしてのそのコンフォートゾーンの外に出ることしかないということで、まあ3年ぐらいかなと思ってたのを、まあ1年増やしたりとかね、する必要があると。ただまあメッツもですね、彼だけにこう見てるわけじゃないので、まあバーランダー、ロードン、えタイオンなんかもね、名前が上がっているということなので、まあその辺とのこう兼ね合いですよね。 まあ、どっちが、こう、まあ、より、メッツの、こう、思っている、えー、まあ、最適なオファーで取れるのかっていうところかもしれませんけどもね。まあ、とりあえず、バシット側としては4年契約以上を望んでいるという話ですね。で、アスレチックスがですね、えー、ション・マーヒーのトレードに近づくということで、まあ、なんか、ブレーブス が有力なのかみたいなね、えー、ことも書いてあるんですけども、まあその後の続報でブレーブスではないんじゃないかみたいなことも書いてありましてね。まあちょっとよくわかりませんけども、どこが行くのかね。ただもうそのトレードになる可能性が非常に高いというか、まあもう決まりそうみたいな書いてあるっていうね、えー、もう決まる寸前みたいな、うん、ことが書いてありますので、まあ複数チームがね、獲得を目指してるみたいなのでね、まあ、 決してブレブスだけではないので、まあ、どこがこう近づいてく、近づいてるのかちょっとわかんないんですけども。ただまあ、えー、トレードされるのはほぼほぼ確実なようなね、ことが書いてありますのでね、まあ、近々もう出てくるんじゃないですかね。うん。なので、まあ、アスレチックスとしてはもう今完全に解体してるんでね、うん。まあ、しばらくはちょっと上がっては来ないのかなというふうには、まあ、思いますけどもね。そして、レッドソックスはですね、5月に、 まあ、その争い的なね、オファーは出していないということで、まあ再契約をね、こう、まあするんじゃないかって言われてますけども、それについての他のチームにね、こう、競争できるようなオファーはまだ出してないような形ということですよね。うん。まあ、どうなんでしょうね。ただまあ、このウィンターミーティングが始まってね、えー、まあ、決まり出したら、まあ、動き出すのかな、ショートもね。うん。ショート4人いますけどもね、どこが、 どこかというか、誰が先に決まるのかっていうところでしょうけどもね。うん、まあだから、コレア、ターナーが一番ね、二人が多分結構高くて、で、ボガーツでスワンソンって感じかな。うん。になるかなとは思いますけどもね。まあ、どこが決まるのかっていうところですけども。まあでもね、早くまたね、コレアなんかもね、どうにかしとかないと、先にやっぱショート市場が埋まっていくとね、またね、 なかなか良い,い方、オファーがなくなるってことになるかもしれませんのでね。まあどうなんですかね。これはもね。ツインズに残るのかっていうのはね。ありますけども。でまあツインズも結構本気みたいなこと書いてありますからね。まあショートの、えー、誰が先に決まるかっていうのもまあ注目かなっていうところですよね。うん。最後ですけども、ロッキーズ、ヤンキース、ブレーブスが、えー、ブライアン・レイノルズに関心ということでね。まあレイノルズがまあなんかトレード してくれって自分で言ったのかなうん。トレード要求をしたみたいな記事出てましたけどもね。まあ、それで、こう、まあ、注目されてるっていうとこですかね。うん。まあ、ヤンキースとしても、ええー、まあ、ね、ラインナップ的にね、えー、バランスが、えー、こう、取れるっていうのが書いてありますけどもね。うん。まあ、どうなんでしょうかね。まあ、ね、その、パイレーツが出すかっていうのは、ちょっとね、わかんないしね。うん。 まあでもいい話があれば、こうね、えー、検討するかもしれませんけども、まだでもコントロール権が2025とかまであるんでね、まだ、うん。まあ売り、売るとしては高いとは思うんですけど、今売った方がね。なんだけど、まだね、えー、コントロール権はあるのでね、まあそこをどう捉えるかでしょうけどもね。まあでも、まあトレードするなら、とりあえずロッキーズ、ヤンキース、ブレイブスは興味を示していると。 え、いうことのようです。ということで、えー、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、声が、ツイッター、フォロー、コメントよろしくお願いします。では、終わります。ということで、まあ、雑談ですけどもね、なんか非常に寒いっすよね。もうね、暖房つけないとまずいって感じですけども、まあ、このね、場所はつけてないんでね、まあ、寒くてね、ちょっとね、 喋りの方がね、口が回んなくなって言えますけどもね。うん。まやっていきましょうと、雑談もね。で、今日はまぁちょっとコメントをね、見ていこうかなっていうところで。まあ、昨日ね、マイナー環境がひどいなって話ね、してましたけども、まあ、そこまでひどいとね、えー、ドラフトで指名されてね、えー、まあできるならエンゼルス以外でっていうね、思うんじゃないかっていうところでね、うん。 まあどうなんすかねそのもうひどいっていう状況が、まあ表に出てるからな、結構。どうなんすかねうん。まあね、人によるんじゃないですか、でもね、うん。ただまあやっぱ環境が、まあどこもね、マイナーの環境がそんなにいいわけじゃないと思うんですけどね。ただまあひどいと言われてるところに、まあ行きたいがって言われたら、まあそれなりのね、もうちょっとマシなとこには行きたいなとは思うかもしれませんけどもね。うん そう、だから、まあ、それなりの順位のね、高校生ってことは、まあ、ネットさんとかってことね。うん。ただ、ほら、ネットさんなんかは、ちょうど今ね、ショートがっていうのがあって、で、今もう WA に行って、で、今、ショート補強してこない状況にあって、まあ、大きなショートは取れないしっていうところになってるのでね。だから、まあ、そのニーズとあって、早いとこ、えー、メジャーに上がってこれるんなら、まあ、 ね他のね、チームよりかチャンスがあるかもしれませんから、まあそういう場合もありますよね。要はショートが薄いので、まあね、去年、今年かのドラフトで入ってきて、でまあ、それなりに早く上がってこれるんであればね。だからまあそこで、例えばコレアとね、契約しちゃったら、まあその道が、まあ潰されちゃうというかね、上が詰まってる状況になっちゃうのでね。 まあそういう、まあ上にどういう選手がいてどういう補強が行われるかっていうのもね、その辺の選手によっては、うん、違うのかなと、うん、思いますけどもね。うん、で、あとは、えぇ、ー、翔平が来年どういうモチベーションでプレーするのか、プレーできるのか気になってますということでね。うん、まあ、来年その開幕するという時点 で、まあ、エンゼルスにいると仮定するのであれば、まあ、別にそのモチベーションが湧かないってことはないと思うんですよね。開幕当初なので。で、一番モチベーションが、じゃあ、どう、やばいっていうのは、またね、かなり連敗した時とか、で、ポストシーズン無理だなってなった時ですよね。モチベーションがっていうのはね。うん、だからまあ開幕する時点でモチベーションがないやつなんていうのは多分いないと思うんですよ。メジャーリーガーでね。まあ、そいつは焼きやめた方がいいので。 だから開幕時は大丈夫だと思いますよ。基本的にね。これから開幕して頑張っていくぞっていうモチベーションではいるのでね。その後はちょっとわかんないですけども。ただまあポストシーズンが無理だってなってもトレードで違うところ行ける場合もありますしね。まあその、まあ場合はいいと思います。だから、もう来年こうポストシーズンがダメでもトレードもまた出さないで、そのままキープされた時のモチベーションはまあ、 想像を絶するものになると思うんですけど、うん、ちょっとね、うん。ただまあね、それもなんか、エンゼルスならやんじゃねえかみたいなね、こともワンチャンあるかなって思っちゃってるんですけど、ただまあ開幕の時っていうところに限定すれば、まあモチベーションはまあそれなりにちゃんとあると思いますので、まあ大丈夫かなっていうふうには思いますけどね、その点については開幕時はね、一番やばいのは、 えー、ポストシーズン行けない。です。トレードもされなかった。っていうところで、来年またその残りを過ごす。っていうところが、まあ一番、うん、長く感じちゃうんじゃないかなって思いますね。彼にとってまた、うん。そういう感じかなと思います。ということでね。まあ、こんな感じですか。あとはまあ、ガードナーおじさんの話が出てきたんですね。うん。そういえばね、ガードナーおじさんどうしたんだろうねって思ってね。 ま、結局、どこにも所属してなかったのかなねそれでまあ、多分、何もやってないのかな野球は多分やってないと思うんだよな。どっか所属したって聞いてないんで、多分ね、聞いてる方いますなので、まあ、そろそろ引退発表があってっていう感じになるのかなわかんないですけどもね。今年やってなくて、またマイナー契約でどっかでやるってことはまあ、ないのかなと思うんでね。 ま、引退表明して、ヤンキースでセレモニーぐらいはやってくれると思うんでね。まあ、そんな感じになるのかなーなんて思いましたけども、久々にガードナオジさんっていうね、えー、名前を聞きましたのでね。うん。まあ、どうなんでしょうね。ご存知な方いたら、ちょっとコメントいただければという感じですね。で、まあ、今日、サッカーですよね。今日というか、ま、日付が変わった瞬間というか、うん。なので、 ま、しっかり見たいなと思いますけどもね。うん。まあ、あの、時間帯的には僕のいい時間帯なんでね、12時からっていうのはね。うん。だからまあ普通に見れますけどもね。まあでも明日朝早い人とかちょっと厳しいでしょうけどもね。うん。まあ、見届けたいなというところでね、頑張っていただきたいなと思います。ということでね、雑談もこれで終わりたいと思います。えー、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。